どうも、山崎亮です。香港散歩の第何弾かですけど、ちょっと歩いていてですね、なんかすごい風景だなと思ったのがこの辺りです。なんかこのもうちょっと白飛びしてるのかな、映ってるかどうかわかんないですけど、ここ新しい建物がドーンと建っていて、で手前にこの古い建物があって緑があって、なんかこう新旧のコントラストですみたいな状態になってるんですけど、よく見るとこの新しい建物の上の方に看板のため の骨組みがあって、ただそこから全部看板が、取り外されちゃってるっていう状態ですね。これは多分コロナ禍の時に人々があんまり外歩かなくなっちゃって、あんまりというか歩いちゃダメになったんでしょうね、きっと。でその歩いちゃダメになった時にもう看板なんか外に奥側にやっといたって誰も見ねえよっていうことで、広告効果がないって言って、外しちゃったんだろうと思うんですが、で今香港の街歩いてる人たちの8割方マスクしてなくて、みんな街歩いてるから、観光客も含めて街に戻ってきてはいるんだけれども、看板、屋外看板の広告は戻ってきてないということになるんですね。でさらにその古いやつ、新しいやつの隣にちょっと古いビルの上にも真っ白になっている部分がありますけれども、あれも多分看板だったところですね。それが多分もう広告主があんまり意味ないんじゃないっていうことになって、で看板も外しちゃったという、白く塗っちゃったのかなということになっていますね。なので、街に人は戻ってきてはいるようですが、でいろんな列を作って朝ごはん食べに来ている人たちとかがいますが、ただ看板は戻ってこないというのは、なんかもう屋外看板みたいなものっていうのは限界かもねって思っているぐらいの時期にコロナ禍が来たんだろうと思うんですよね。みんなもう街歩いてる時にスマホを見てるわけだし、だからスマホの中に情報が入ってるっていうのは当たり前だっていう状態になり、でそのスマホの中にある広告っていうのをよく見るようになっていて、顔を上げて、特に上の方にあるような看板を見上げるってことはなくなってきたよなって思ってる時期に来たのがコロナ禍だったので、そのコロナが明けたからといって看板をもう一回戻そうかっていうふうに思うような事業者が、屋外看板にお金を払おうかって思うような事業者がだいぶ少なくなったんじゃないかなという気がしましたね。看板が戻ってないでかい白い面を見ると、なんかそんなことを感じられます。とはいえ香港とか中国とか、日本もそう言われてましたけど、こういう屋外看板みたいなものっていうのの、こういう勢いというか、ヨーロッパから見るとね、なんだか汚いなーなんていうふうに言われる場合もあるし、街並みとかランドスケープとかいう人たちからすれば、あんな屋外看板みたいなやつはなくなりゃいいんだっていう面もあるし、多分それの反動でしょうけど、いやいや屋外看板がもう所狭しと密にあるのがアジアのランドスケープの特徴であり、あれが熱気を表してるんじゃないかっていう人もいたりしますね。でどっちがいいんだってのは僕も分かんないです。アジアのランドスケープはどうあるべきか。ただ看板の骨組みだけが残っているっていうランドスケープがあんまり良くないことだけは分かりましたね。どっちでもいいんです。看板がなくて落ち着いたヨーロッパの街並みみたいなものがいいっていう人もいるだろうし、看板がめっちゃいっぱい出ていてケバケバしいぐらいに所狭しと人々の目に映るところにはいっぱい看板があるっていう、これこそがアジアの熱気であるっていうのも独特の風景を作っていて、特に欧米から来られる旅行客、観光客の方々であれば、そういうのを見ながらエキゾチックというかですね、おお、アジア来たねみたいな雰囲気を味わってるんだろうから、どっちでもいいんじゃないかなとは思うんですが、看板がもう出せなくなって広告主がいなくなったねって思うような骨組みしかない風景というのはそんなに魅力的ではないなということはよく分かりました。あと香港にいる人、それこそコミュニティデザインとかソーシャルデザインやってるような若い人と喋ってて知ったんですけど、やっぱりイギリス統治時代の香港から中国に返還されたら
中国から年ごとにじわ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 と中国の方の色に染まってくれというような、あの制度が出てきているみたいですね、うん、香港にいくつか、まあ、なんていうの、県なのかな、市なのかな、市なのかな、なんかあるみたいですよ、行政区が、区か、香港のね、なんとか区、なんとか区っていう区があるみたいなんですけど、今、そのうちの3つの区で、試験的にですね、あの街路看板が、街路のね、看板が、今ある、これ、今なんか、チンチンチンってやってますよね。この街路看板なんとか通りなんとか通りって書いてあるやつが香港のやつが今見てもらったもので、こんな感じのやつです。見えんのかな、こんな感じね、なんていうの、ちょっとシックですよね、白と矢印両側に黒みたいになってるやつ。あとこれが茶色っぽいやつとかもあったりするんですけど、まあ、これがもともと香港が使ってたやつなんですけど、これをですね中国のものに統一せよっていうふうに言っている区が3つぐらいあるらしいんですよ今。で試験的にその区からですねこういう道路の、表示する看板がめちゃくちゃ中国っぽいフォントと中国っぽい色に変えられてるらしいですね。でそれがすごくなんかまずもってちょっとダサいらしいんですよ。ダサいのとそれからすごくなんかね、なんでの中国化されてるなっていう雰囲気をその若いソーシャルデザイナーをやなの方々はそう思うらしくて、もっかそれがすごく嫌だって言ってましたね。まあね、ただの標識じゃねえかと思うんですかもしれないんですけど、それ結構大事なことなのかもしれないなという気がしますね。これはまた全然違う看板があるな、ピンクとか青、これではないんでしょうね。まあなかなかの色ですけど、これもこんなのね。でもこれにここの区は多分違うと思うんですよ。ここの区でそういう話をしてなかったので、多分ここの区は多分違うんだろうと思うんですけど、赤とか言ってましたね、あのいわゆる共産党的な赤い色とかがあの結構使われるようになっていて、あとフォントもなんか古い中国っぽい書体になっているって言って、なんかそれがすごく嫌だねって言ってましたね。中国がなんかこうじわじわと香港を中国化しようとする政策を感じるようで、なんか気持ち悪いっていうような話をしてました。まあでもそういう話ってどうなんだろう、多分今の香港だとあんまり大っぴらにメディアで言えないのかもしれないですね。機嫌を損ねちゃったりするから、そのあの中国政府寄りの方々のね、あのたまたま街歩いてて世間話の中でそうやって言われていたので、そういう話はいっぱい出るんだろうけど、まあ YouTube とかで言えるような話じゃないのかもしれないですね。ちなみに香港はあの台湾と同じで普通にあの YouTube とかあの見てますし、 Facebook もやってますね、 Instagram もやってます。で漢字もあの日本語の漢字に近いようなあの難しい方ですね、繁体字っていうのを使ってます。あの中国本土の方は簡体字って言って、まあ、あの簡略化されたような書体に変わっていってますね。中国の漢字があのそう変わってるんですけれども、香港と台湾は、漢字が共通しているようです。だから、まあ、例えばコミュニティデザインの本を読みましたって言ってくれる人たちは、中国大陸で発売された方ではなくて、あの台湾の方で発売されたやつを結構みんな買って読んでくれてるみたいで、いろいろとそうやって集まる場所に僕の本の中国語版を並べておいてサインしてくださいとか、まあ、喜ばせてくれる方々がいるんですけど、そういう時に置いてあるのは大体台湾版ですね。なので台湾の人口というのはそんなに多くはないんだろうと思いますが、2000万人とかでしたっけ台湾は。でも多分それだけのマーケットじゃないってことなんですね。台湾で本を出版すれば、香港の方々も結構買ってくれると、文字が共通してるんでね。
で、まあ、我々もあの中国の本土の方 の、 あの簡略化された文字は本当に読みにくいですね。術って芸術って書かれても芸も術もよくわからない。すごい簡略化されすぎていて、これどういう文字だっけ、よくわかんないことになってるなというのがありますが、台湾と香港は今もまだ共通した文字を使っているようですね。ここの2つが共通した文字を使っているというのもなんか象徴的ですね。中国大陸とまた違う文字を使い続けるっていう、この文字まで中国の方の簡体字と揃えましょうって言ったら多分すごい反発起きるだろうと思いますね。すごい反発起きるんじゃないかなと思います。さて戻ってきたということで、ちょっと今日はあの屋外看板がなくなっちゃったね、そして戻ってこないねって話から、香港の道路標識が中国化されてきていて、それがあの香港の中国化の一つのなんかこの試金石というかね、きっかけになってきているんじゃないのって危惧している、まあ、若いコミュニティデザイナーやソーシャルワーカーがいるというようなお話をしました。朝の散歩からホテルに戻ってまいりましたので、一旦部屋に戻りたいと思います。ありがとうございました。